こんにちは、スミヤすみやです今日は台風が接近してますので望遠鏡の撤収についてお話ししたいと思います今ここにあるドブソニア重いので部屋までね運ぶのはちょっと難しいかなと思っているんですが一応二重のカバーをつけて守っていますがこれではね台風で飛んでしまいますっていうかフード、この被せている 雨除けのカバーそのものが飛んでなくなりそうな気がしますのでそれなんとかしなきゃいけないですねで、過去に2回望遠鏡にかぶせてあった防水用のシートが飛ばされて近所の家の前の側溝に落ちてたのを1枚だけ発見しましたがその後それ以外のものが見つからなかったりして2回ぐらいね なくなっちゃいましたので、新しく買ったんですけれども、実はね、これが一番安い、100均かなんかで買ったカバーですかね。非常に薄手で穴が開いたので、こういう風に防水テープを貼って補強してますが、これじゃあね、台風は絶対ダメですね。はい。これはダメです。それから、ここにあるのも意外と薄手なんですけども、最近買ったやつですね。 飛ばないようにね、ゴムバンドで止めてますけれども、まあこれを止めててもゴムバンドごとね、飛んでいっちゃう危険性があるんですけどもね。はい。これはあの、最近買った自転車用なのかね、タイヤの用なのかのカバーですね。これはまあ、さっきのよりは丈夫でいいんですけれども、まだまだね、薄手ですね。これもちょっとね、台風には使えそうにありません。 そして今使っているもので一番強力なのは、この上に被せている、これですね。これがかなり厚手です。ショックコードもついていて、しかも、チャックがついてね、いますので、被、えー、せるときに、ちょうどね、三脚のところが足が広がっているので、このチャックを、まあ、三脚の閉まるところまで被せて締めると。 全部閉めちゃうとね、三脚でぶつかって閉まらなくなっちゃうんで、そんな使い方をしていました。これが一番厚手ですね。NBI って書いてますね。メーカー名かな。パーティブルカーライフ。あ、車用品ですね。カーライフですから。車のカバー。車のタイヤカバーなんでしょうかね。これが一番強力ですね。 タイヤを守るための、あ、蝶が飛んでた。タイヤを守るための防水、それから紫外線避けのシートになるんですよね。はい。これが一番厚手ですね。で、この大きいのは、意外、大きくていいんですけども、ちょっと薄手ですね。これが一番いいね。どうなってるかっていうと、二重にゴムバンドで止めてるんですが、実はね、 ファインダー台座から機器が転がり落ちちゃって大変なことになっています。はい。あ、これが取れそうですね。ちょっと取っとこう。これは危なかった。カバーをつける前に、この意外と重い台座、ファインダー台座、 三つまたファインダーダイダー外しといた方がいいね。これ三つもつけてるから。重くてですね、上向けて、えー、収納してたら落っこっちゃいましたね。はい。あ、望遠鏡本体にちょっと傷がついたぞ。はい。これは外しといた方がいい。で、ゴムのショックコードもね、これはかなり、あ、もうゴムがかなりですね、伸びきって、 弾力性がどんどん驚いてきてますね。まあ直射日光の元でこれ晒されてますからゴムが劣化してるんでしょうか。これはまだ伸びますね。えー、丸いゴムは伸びますが、平型のゴムはもう伸びきってますね。長さがね、これがどうでしょう。2、4、6。 1> 1メートルちょっとですね。こっちが2468の1 0 1 2 1 4 1 5 10 12 14 15 3メートルぐらいありますね。これが1メートルちょっとでこれが3メートルぐらいあります。でこの3メートルのを使うと2重にぐるぐる巻きにできますね。はい、でドブソニア望遠鏡の場合は前に1回通して後ろで、まあ、平らにしている時ですけどね。 止めるといいう形で使っていましたちょっと20センチのドブソニアン望遠鏡の時にはちょうど良かったんですが、えー、355ミリのドブソニアン望遠鏡だとねちょっとこれでも3メートルでも短いので5メートルぐらいのコムのショックコードを買ってこようかなと思っています。はい この1メートルだとね、1周してもう終わりですね。まあ1周が一番単純でいいんですけどもね。はい。ゴムのバンドはこっちに2つ使って、こっちに1個使って3つありますけれども、そこそこ役に立ちますね。やっぱりしまうときはカメラとか全部ね、ファインダーとか外した方がいいよね。いつもつけっぱなしでそのまますぐ使えるようにしてますが、台風来るんですからこんなことしてる場合じゃない。 でも今晩晴れそうなので、星空ライブできそうなので、ちょっと今日は撤収は、やめときましょう。撤収は今夜か明日の朝やりたいと思います。え、それで今収納庫として使っているのがこれですね。で、ここに今20センチのドブソニア望遠鏡が入ってるんですけども、 え、台車の上に乗せてますが。で、これはあの、ドブソニアを乗せる台ですね。まあ、あの、この 355mm のを乗せるには、ちょっとね、無理があるので、これは20センチ専用で使ってました。それから、AZ GTI の三脚ですね。それから、えー、っと、高さを調整するための板と、ソーラーバッテリー。 これが入ってますで、ここに355ミリの望遠鏡のドブソニアン望遠鏡の共闘を載せ入れようかなと思ってます。長さはね、1メートルぐらいあるのかな。2、3、6、10。そうですね、幅1メートルぐらいあるので、鏡頭は短くすると91センチぐらいだったかな。なので、一応入るということで、 ここに入れようかなと思ってますそれから課題の方は分割すればここにも入るかもしれないし一番大きな土台をどこに置こうかとこの中には、えー、水平には置けそうにないので立てないといけないんですが立てるとね、えー、風で煽られた時に倒れてきたら危険なのでどうしようか考えています台車の横に置く分には大丈夫かもしれませんね でこの今20センチあるのドブソニア望遠鏡はちょっと分解をして撤収をして下に持っていこうかなとここに置いとくのはちょっとね危険なのでいうふうに考えていますどうなるかわかりませんがとりあえず台風対策もう考えなきゃいけないということで台風7号が本州上陸しそうな雰囲気なので ちょっと今考えています関西から関東のどの辺に上陸するかまだはっきりしてない面があるので関東に来たらちょっとこれはね、えー、望遠鏡をここに置いとくのも危険なので下の部屋まで撤収するかもしれませんが一応こんな感じで考えています。で課題だけここに分割して置いとくっていう手もありますね。えー、倒れないよううにちょうど台車の こっち側の脇のところに一番重いやつを置くっていう手もあるかなと。で台車にそれ以外の部品を乗せるっていう手があるかなと。まあ台車はちょっと長さが足りないので橋刀を乗せるにはちょっと長さが短いので無理かなと思っています。これも意外と長いね2 4 6 8 0ンチあるんだ。 短くして80センチ。あっちは90センチだね。これ伸びる量が違うんだね、これね。はい、意外と短いですね。倍以上の大きさがあるのに、意外と短かった。はい、こんな感じです。この屋上に置いてある収納庫は、 ケータというね、イスラエルのメーカーが作ってるプラスチック製のケースです。木目状になってますが、一応プラスチックなので防水ですね。それから水が流れるように、えー、工夫されてますね。水が溜まらないように外側に流れるようになっています。まあ一応、えー、まあ、埃は入りますけど、雨がね、かなり横殴りでも中にはほとんど入らないというか、 そんな感じです。で、下の方には空気穴っていうかね、えー、水が溜まっても流れるような穴が開いてるのかな穴は特にないね空気穴がこっちに傾斜してるんでこっちに水がもしたまっても流れるかもしれませんねはいこの置き方がいいかもねこっちに水が流れるとこの屋上の 傾斜が少しね手前側に傾斜しているので水がたまらないかなと思っているところです。うん、これはちょっと後で三ツタファインダーねつけると意外と前が重くなりすぎてパークホームって元に初期状態に戻すと前にお辞儀しちゃう嫌いがあったので、えー、今後どうしようかな。 三つ股ファインダーに載せるものをちょっと減らそうかなと。この三つは重いので、これにカメラをつけて、電子ファインダー的に使うのがいいかなというふうに今思ってますが、どういうふうに作ったかちょっと思い出せないので <laughs>、そのうちやりたいと思います。昨日、355ミリのドブソニアン望遠鏡で、最後土星を かなり高く登ってきたので深夜の1時過ぎぐらいにね、えー、見ました。大気補正分散プリズム使ってなかったので色しうさがねちょっと出てたのでちょっと色しうさが残ったんですけれども上が青くて下が赤い土星になっていたんですが、まあ、あの画像処理すればね若干それは軽減できるようですけどもやはり大気分散 補正プリズムを使ってあ撮った方が綺麗に多分映るんだろうなと思って最後チャレンジしたんですがちょっとピント調整とか追尾がねやっぱり不安定なのでドブソニアンの場合赤道儀じゃないのでね、えー、そういう嫌いがあったので途中で諦めましたねはいそれから5倍のバローレンズも使ってみたんですが、えー、5倍のバローレンズを入れるとやはりピントを がずれるので、ピント調整。部屋の中からね、えー、電動フォーカスター,、えー、これでつながってますので、この10メートルのコードで、これですね。はい。10メートルのコードで、下の階に、えー、つなげて、コントローラーを下の階から、部屋の中から操作できるようにして、ちゃんと動いてくれました。 まあ、ついにね、電動フォーカサー,あー、運用大成功になりましたね、昨日の夜は。今までね、調子が悪くてうまく運用できてなかったんですが、昨日はバッチリでしたね。土星、えー、ピント調整がうまくいったんじゃないかなと、まああの。特にオートフォーカサーとか使ってないし、シャープキャップのピント調整の補助機能なんかも使わずに、目視で モニター上に映っている土星を見ながらピントを調整しただけなんですけどもまあそれなりにねピントの調整しできましたね、まあ、特にあの木星の木星じゃない土星の衛星が近くにねいくつもあったのでそれで、えー、ピントがうまく合うようにするっていうやり方が非常に、えー、やりやすかったですね昨日はなんとですね土星の有名な衛星 土星星のの一番大きな衛星のタイタンが非常にはっきり見えていたんですがタイタンと土星の間に3つのね、えー、衛星が土星から尻尾のように伸びてそして最後タイタンに到達するというねなんかあー土星の尻尾が現れたような形で並んでいました。でそのお タイタンより少し小さめの衛星ですけれどもレアとかねそれからティティスと、うん、よくわかんないけども3つの衛星が非常に、えー、綺麗にね均等に並んでつながってまああの三つ星みたいな形の衛星になってましたでその三つ星の衛星の隣に少し離れたところにタイタンがあってまあなんていうか、えー、プードルのね尻尾が 少し暗めの衛星で、一番明るい先っぽがプードルのね、尻尾の先っぽの犬の尻尾のようにも見えましたね。はい。非常に面白い形で、昨日の衛星が並んでいました。まあ、あの、土星の衛星がね、えー、タイタンは他の望遠鏡でもよく見えると思うんですが、やはり、えー、355ミリの大光景の威力で、衛星が非常にはっきり、くっきり見えましたね。 衛星はあの10等星前後ぐらい10等星より暗いぐらいなのでタイタンはもうちょっと明るいんですがその3つの衛星はまあ10等級より少し暗めなのでね口径の小さな望遠鏡だとねそんなにはっきり見えてこないっていうか分解能が低いっていうこともあり、えー、明るさ暗い星を捉えることがなかなか難しいので見えないんですけども 355ミリで見る土星の衛星はなんか木星のね、ガリレオ衛星見てるような雰囲気で見れましたね。木星の4大衛星は小口径の望遠鏡でもくっきりはっきり見えるんですけれども、えー、木星じゃないや土星の衛星がなんか4大衛星ぐらいにね、えー、見えましたね。普通あの、 タイタンぐらいしか見えないと思うんですけども、昨日は4つくっきり見えていたので、やはり大口径の威力、すごいなと思いました。はい。これからも355ミリのドブソニア望遠鏡で、いろんな天体を見ていきたいと思います。あ、それから一応土星の画像を録画して撮ったものを画像処理したんですが、まあ、バローレンズをつける前の 焦点距離1600だか1650ミリの焦点距離で撮ったのでまだそんなにね、えー、大きく拡大していないのでちょっとあのズーム倍率を上げるとおドット周辺がねちょっとガクガクしているような映像になったんですけども一応ね画像処理をしたのも作りましたので、えー、あと オートスタックアートとレジスタックス6で画像処理した映像なんかもこの後画像処理のやり方を含めて見てもらいたいと思っています。はい。えー、355ミ、mm、リのドブソニアン望遠鏡事実上機能が本格運用になりましたね。えー、今まであの ななんとなくテスト運用はできていたんですが本格的に運用してピント調整もね部屋からできるようにして土星とかあと何撮ったんだっけあアレイ星雲がね非常にきめ細かく写ってましたまあドブソニアン望遠鏡なので露出時間は1秒にしてライブスタックしたんですけれどもシャープキャップを使って非常にね えー、微細な構造までよく見えてきました、ねまあライブ配信のアーカイブを見てもらってもいいんですがこの後ちょっとそれをもう少し編集して、えー、ダイジェスト版として作っていきたいなと思っているところです。 本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。あ、それから今夜もね、千葉はなんとなく晴れそうな気配、星空指数が80%ですので、今夜もライブ配信によりますので、ぜひお越しください。お待ちしております。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。